はいどうも皆さんこんにちは、えー、と本日もですね、登録者100万人超えたチャンネルの収益のですね、えー、と予想をしていく企画です。よろしくお願いします。えっ、ー、とですね、今回は、えー、タクッチさんっていうことですね。タクッチさんっていうか、えー、っと、何でしたっけ名前がミーさんっていうのかなで、タクッチっていうのはチャンネル名ですよね。 えーと私がちょっとね初めて見させていただきましたけども,あの,ものすごいねあの再生回数も多くてまだ後で紹介しますけども歴史のある、えー、長い、えー、チャンネルですねあの動画数も本当多くてなんか昔から見てる人とかってやっぱなんか世代を感じるとか言ってましたですけどね、えー、とまあまあ最初私っていうのもさあ初めて見るんであれなんですけどもあの昔はあの10分ちょっと超えるぐらいの、えー ゲームゲーム実況ですねゲーム実況でもその自分で声を出すんじゃなしに昔はあのゲームゆっくり実況っていうかな私の言葉で言ったらそうですかねという感じでやられてってで最近は5分とか6分ぐらいの、えーまあ、その自分でその内容,内容とかストーリーを考えた、えー、と茶番茶番って茶番って書いてるのかな、うん そのなんか茶番劇みたいなそういうのを五六分でやられてるみたいです。あとはそうですね。なんか最近えバーチャル YouTuber に転向されて、えっと、声をねあのあの生声を出されてるみたいんですけど、非常にねあの可愛らしい声でしたんですけどもねあの昔は出してたんですってでそれであのゆっくり実況に。 あの変わったみたいですけどもね。あの、でもね、ゆっくり実況ってのはあんまりいいことないんですよね。内視閲がね、はわされたりとか。うん。なんかその、YouTube 側はそういうのをぎ嫌ってるっていうところあるんで、まあ、この方はね、あの、ついていらっしゃいますけども、あのー、基本はつけないみたいですね。多分んな、これも、ゆっくり実況の、あのー、何ですか、そのプログラムの権利関係で、ちょっと一回もめたことがあると思うんですよ。だからそれで、 えーっと、もうそういうのをは、広告を剥ぎ取ってっていう、そういういざこざを、あの、回避するためにですかね。そういうのあってるんだと思います。ということで、ちょっと軽く説明だけしておきましょうかね。えー、説明、ゆっくり実況で、バカ芸、マリオメーカー、マインド、マインクラフト、スプラトゥーンなどの動画をアップしてちょっと待って、これ撮れてるのああ、撮れてるね。よかった。<laughs> あの、たまに一りほど言ってる時あるからね。何言ってるんだよ、みたいな。撮れてないじゃないか、みたいな。<laughs> えー、マインクラフト、スパルトゥーンなどの動画をアップしています。どうしどし、えー、更新を、あ、更新をしてるので、ぜひよろしかったらチャンネル登録お願いします。えー、ダブル。えー、っと、あ、プリーズサブスライバー。これ登録ですね。チャンネルと、あ、登録ですね。登録をください。登録してくださいって感じですね。うん、登録するをくださいだから、登録してくださいってことですね。動画投稿、ゆっくり実況開始2年。 え、あ、2年なのまだ。あ、ウーム所属か。ええー。まあ、あのね、私もウーム所属かどうかっていうのを説明しなくなりましたけどもね。もう自分自身どうでもいいんで。ウーム所属ということでございます。はい。アム、タクチ。あ、やっぱこれ名前なのかなええー。YouTube 名が Me なのかなちょ、うん、っとよくわかんないですけども。えー、っと、Please Subscribe to my channel ということでですね。えー、っと、いや。 えー、私はタクチです、えー。これくださいでしょ。で、えー、登録してでしょ。くださいね。で、何をっていうことは、えー、っと、私のチャンネルを登録してくださいということですか。はい。多分間違ってると思いますけどもね <laughs>。あのー、いまだに、あのー、1月か12月言えないんで、ということで。私も中学の時もそう,そうでしたからね。はい。それでは本題いきます。せーの。プチ。今日ね、あの、 どあのー、カメラの調子がいいんですよ。だからもう、あの、日本撮りしてるんですけど、まあまあ、それは告知の話ですけども。さあ、えーと、紹介していきましょう。これ見てください。ああ、これも A グレードか。もう1億5000万ぐらいいくのかなえーっと、アップロードが1798本。めちゃくちゃ歴史ありますよね。あなるほど。2009年か。 えー、まあ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 ,あの最初からいきましょう。えー、登録者数が、えー、103万人で、えー、動画最初回数100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億ですか20億再生ですね。ほんまに。すごいでしょう。これだから9ページ目でもすごかったけど、結局10ページ目にいってしまって、まあまあ何しかすごいですね。トップのチャンネルですね。もう再生回数で言ったらもうトップのチャンネルですからね。本当に。多分ベスト10ぐらい入るんじゃないですかね。 国が日本の、えっ、ー、と、あ、チャンネルライブゲームなんですね。タクチ,チャンネルもね、ピーマ0さんみたいになんか超変化球で来るんかなとか思ってましたけどね。ゲームですね。えー、2009年。えー、実戦は12月ですね。合ってるよね。うん、合ってる合ってる。もう、自信があったらね、合ってるんですよ。大体そうでしょ。なんでもね。10月23日。で、グレードが A マイナスですね。えっ、ー、と、そちらブレードランキングは1896位。 登録者数が全世界万六が16,626位ということですね。これね、登録者数は、あのー、割かしそれなりなんですけども、あね、やっぱ再生回数とか、な,なんて言うんですかそうね。再生回数の割合は登録者数に対して非常に多いですよね。あ、これはび、えどえー、回数の動画総称回数の全世界は千が1,375位ってめちゃくちゃ高いですよね。日本ランキングが205位。何の 200位なんかちょっとわかんないです。登録者数でしょうね。ゲームランキングが1935位。これも多分登録者数なんですよね。えっ、ー、と、これが何ですかね。これちょっとわかんないです。なんかバグりました。<laughs> 単位がわからないです。で、えっ、ー、と、1ヶ月の登録者数ですね。で、これは1ヶ月の、えー、再生回数で、これ1000でしょ。違う違う違う、これが100万だ。ね。1900万だから2000万再生ということですね。 えっと、これ多分なんか消したんですかギリギリで。最近消しましたなんか。そんな感じですね。あとはもう、ものすごい、あの、厚みがありますよね。で、月収年収ですけど、あれ ?1 億いってない多分、今年とかは落ち着いてるんだけども、やっぱり、あの、ちょっとわかんないですね。でも、グレードは A って。まあまあ、グレードって多分ね、 ここのことも加味して A グレードだっていうことですよね。いや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 、こういうこともあるんですね。1億は間違いなく言ってると思ったんですけどね、グレードは。やっぱりね、ちょっとページペチっとね、あの、最初に一瞬見ちゃうんですよね。見ないようにしてるんですけども。その時に A グレードで、ああ、もう1億5千万以上かなと思ってたんですけどもね。はい、えー、ごめんなさい。えー、っと、早く言えよって言われ、あの、天の声が聞こえてきましたから。これは月収年始ですね。えー と、これが4000ドル。まあ5000ドルですか。5000ドルだから、えー、と、50万から、えー、っと、1000万でしょうね。7万ドル。7万ドルだから、770万ですか。えー、と、これが年収ですけども、1000万だ。5万8000ドル。まあ6万ドルとして、600万から、えー、まあ9316万ですね。まあこれもちょっと一応やってみましょうか。えー、1000万でしょう。10万だ。10万だから、90万ドル。90万ドルだから、えー 九千三百十六万円あってますね。えー、1日ですけどもああどうこれこの方って何なんでしょうねだからそれなりのそれなりに昔からあのコンスタントにえー、っと再,、あのー、再生回数をもうななんんていうんですかそれなりのあのー、再生回数をずっとあのー、キープしている感じなんですかね。 1>, え1日が313っていうことは3万1300からえ5000ドルだから5050 50万の間ですかっていうことですね。まあ低くはないですよね。おーおーおーおおおなるほど。これ多分これねあの何年前かよくわかんないですけど過去2年か3年かぐらいしか出ないと思うんですよね。この方も歴史があって。 でも一応どう言っていいんですか最初はちょっと言おうかな思ってたんですけど、この2009年って私の方がちょっと古いんですよね。ちょっとだけですよ。ちょっとだけね。何の自慢にもならないですよね。何の自慢にも。はい、すいません。何の自慢にもならないですけどね。あー、なるほどね。どう言ったらいいんかな。上がえと視聴回数で,で、下が登録者数なんですけども、 ああ、ちょっとなんか右肩騒いでか、悲しいですよね。これはあの間違いに消してます。ゼロ以下になってるんでね。なんか消してますね。はい。ああ、ほんじゃその、これ、何年か。2017年のメイでしょ。メイっていうのは、えー、何月ですかえー、5月 ?5 月ですね。2017年の5月ぐらいから見れるんですけども、そこから徐々にちょっとなんか再生回数とか、 登録者数の増え方もだんだん増え、減っていってるっていう方。ちょっとでも、うん、まあでも悲しいのは悲しいですよね。あれでも登録者数0以下になってる。これど、どういうことですか ?0 以下ってどういうこと要するにマ、マイナスっていうことですかああ、そういうことですか。ああ、なるほどね。ああ、そうか。これプラスマイナスで増えてたらこっち行くけど、プラスマイナスでマイナスだったらこう行くんだ。 あーなるほどね。マイナスはないと思ってたんですけど。ああ、そういうことね。いや、別に登録者数マイナスもありますから。ああ、どう言って、これもう、これ何なんですかね。あ、これ多分、登録者数、あれじゃないですか、あの、非表示にしてるんじゃないですか、わかんないですけども。で、再生回数も本当にめちゃくちゃ落ち着いて。 きてますよ、ねまあまあそれ以外ちょっと言葉がないんですけどはい、以上になります。えーっと、いかがでしたでしょうか。次はね、誰紹介しよう。あ、あのエミ、エミリンチャンネルかな。私も,もうあれ、あのチャンネル、あの方もチャンネル見たことないんですけども、あのちょくちょくね、あの、誰でしたっけ、あの、天地ムの放送で出てるんで、知ってはいましたけどもね。 次回は、えー、っと、エミリンチャンネルを紹介していきたいと思います。それでは、また検索に引っかかることを心りお待ち申し上げております。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。